2022年11月28日、紅葉を求めて京都を走り回った記録です。第11回は、鷹ヶ峰光悦寺。前回は鷹ヶ峰元寇庵の紅葉をご覧いただきました。今回は鷹ヶ峰光悦寺の紅葉をご覧いただきます。元寇庵を出て右に進むとすぐに光悦寺の参道の入り口があります。この電柱の向こう側が参道の入り口です。で、左に見える瓦屋根が表門。この参道両側の紅葉は有名で、ここを目当てに訪れる観光客も多くおられます。さて、撮影をとカメラを構えると、ここは撮影禁止ですので、と警備員さんから声かけが。少し前にながら撮影で事故があったということで、撮影が禁止になったということでした。光悦寺の前身は江戸時代初期の文化人、本阿弥光悦の草庵です。光悦は書、陶芸、漆芸、出版、茶の湯等に精通したマルチアーティストとして名を馳せていました。そしてその草庵を持つんだ鷹ヶ峰の地は徳川家康から与えられたものでした。光悦の没後、日蓮宗のお寺となったということです。広い境内には光悦の墓所とともに7つの茶室が点在しています。広い境内を巡っていきましょう。光悦寺の紅葉をお楽しみください。
お庭の南端あたりから京都市内の眺望が開けます。手前の小高い丘は船岡山、その向こうに清水寺が見えます。道壇ツツジも見事に紅葉し、参拝者の目を楽しませていました。高円寺の紅葉を楽しんだ後、高峰原稿庵前から6系統、そして千本北王子で59系統に乗り換えて、次の目的地、龍安寺へ向かいます。次回は石庭で有名な龍安寺の紅葉をご覧いただきます。江戸時代のマルチアーティストが眠る高円寺の紅葉、いかがだったでしょうか。この動画が面白かった、役に立ったなと思われましたら、チャンネル登録、高評価のボタンをクリックよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ややでした。